柳生新陰流、柳生武芸帳の巻物というのがあります。柳生新陰流の秘伝中の秘伝、奥義を書いた巻物です。最後の巻の一番最後に何が書いてあるか、他流試合禁止とあります。柳生新陰流は柳生家が将軍に教えた流派で、将軍家と柳生一族しか教わらなかった。上泉伊勢守が陰流という新しい流派を作った。それを柳生石州祭宗義が継承し、柳生新陰流を起こした。その奥義中の奥義は、他流試合禁止。他流試合をしてはならない。昨日の自分と戦え、とある。他の流派と戦う必要はない。もし戦って自分の腕を高めたいのなら、昨日の自分と戦って昨日の自分を乗り越えなさい、と。なかなかの言葉です。でも私はもう一歩先があるのではないかと思います。他流試合禁止は、昨日の自分を乗り越えなさいという意味で言っている。しかし私なら、昨日の自分と戦うこともやめなさいという、昨日の自分と比べることもいらない、今のあなたでいい、今のあなたを愛しなさい、ありのままでいい、という。夫、子供、おじいちゃん、おばあちゃん、周りの人に向かって今のあなたでいい、という。これをずっとやっていたら、子供ならすくすく育っていきます。そして自分の思いを押し付けるのではなく、子供が育っていくのをただ見守ってやる。もし育っていくのを妨げるものがあったら、それをどかしてやる。これが親の役割です。